皆さんこんにちは、よしきです。よろしくお願いします。313系3000番台普通列車岡谷行き 221M 列車が到着しました。列車は1台駅を出発しました。1台駅から下平駅を走行中の列車は時速80キロ程度で運転しています。この80キロメートルは飯田線の中で最も速い速度となっています。313系3000番台は飯田線の他に東海道本線の列車に使用されています。しかし3000番台は快速列車等の運転につくと外れ快速との別称がつきます。これは他の313系のシートと3000番台のシートが全く違い、3000番台は比較的他の313系と座りづらくなっています。列車は稲大島駅に到着しました。313系1700番台普通列車豊橋行き 544M 列車は到着しました。この544M 列車は中央東線の一部の区間と飯田線全線を走行するロングランの列車です。上諏訪駅は午前9時に出発し、終点の豊橋駅には午後4時に着く実に7時間弱を走る列車です。3000番台と1700番台のシートの位置が一目瞭然です。3000番台は完全なボックスシート、1700番台は転換クロシートです。1700番台のように313系の基本的な座席は青い転換クロシートなので、3000番台のボックスシートは外れと蔑まれてしまいます。列車は大沢信号所を通過していきます。列車は飯島駅で313系3000番台普通列車天竜行きワンマン列車1412M 列車と終了しました。列車は稲福岡駅を出発していきました。
213系5000番台普通列車豊橋行き 570M 列車が到着しました。313系3000番台普通列車岡谷行き 235M 列車が到着しました。七久保駅で313系1700番台普通列車岡谷行き 237M 列車とすれ違いました。列車は稲大島駅に到着し、313系3000番台普通列車岡谷行き 1513M 列車とすれ違いました。列車は一台駅を出発していきました。